カチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーでーす。はい、丸でーす。はい、とうとうやってきました。縦の息。1ヶ月ちょっと待ちました。いろいろあったんですよね、はい、タイミング悪く先月までは夏休みだったんで、そうそう、まあ、やっぱり子供をですね、押しのけてまでほら、乗っちゃいかんということで今日2人で乗り来ました。キリとお休みです。仕事です、はい。今見たんですけど、ちょうど向こうにね、うん、もうスタンバってるというかあったんで、ああ、あれかと思ったんですけど、やっぱ1両みたいな。1両ですね。他のお客さんどうかなと思ったんですけど、うん、なんか結構ポツポツといましたね、うん、意外に。ねえ、でもみんななんか下に降りて準備してるみたいなんで、じゃあ我々も行きましょう。はい、降りて行きましょう。変わりましたよ、駅が綺麗だったね。うん、今から乗るのが、うん、この12時7分ですね。高森に着くのがまあ45分ぐらいなんですけど、うん、で今ちょっと話してたのが、うん、途中の中松駅で寄り道がしたいんで、うん、まあどうかなって話なんですけど、次がこの時間なんですよ、うん、まあ1時間じゃねえな、2時間あるね。そうね、どっちがいいかな。じゃあ行くのは行くんですけど、うん、お店の時間ちゃんと見てないんで、12時からだったと思うんですけど、うん、多分営業中にはもうなってるね。なってる、うん、いやで、そこのお店がさ、言ってもカレーがって言うからさ、昨日めちゃくちゃカレーが食べたかったんだけど大丈夫、俺昨日カレーだったよやったね。まあでもいろいろね、多分ね、なるほど、あると思うんで、はい、うん、11時からもう5時までなので、あ、うん、まあどっちでも行けるってことっすね、うん、帰り寄りますか。あ、行きはもう完全に楽しむ方向で、まあ、何気に昨日俺はコスモスによってですね、うん、プリキュアのカレー甘口を買おうかどうか悩んでましたからね。使ういや、あれのですねシールが欲しいんです。子供じゃねえかようちの姪っ子とほぼ一緒じゃねえ。わー、すげー。あ、これさ、反対側もイラストが違うってことじゃない？ね、どうしようどうしよう、ここでいいですか。ちょうどブルックらしいっすよ。あ、ほんとすごいね。上は全部イラスト、で荷物置きのところに宝箱とかああいう樽っぽいやつが置いてあって、あ、ほんとだ、麦わら帽子の形を取ってるんだね。この前あれだから、ロビンの声優さんが乗ってたね。あ、そう、ちょうど来てて、へぇ、南阿蘇、水の生まれる里、白水高原、中松、阿蘇白川、南阿蘇、白川水。あ、でもこれは確かに乗りたくなるよね、ここまでなってるなら。さっきまでそんな人がいなかったからさ、余裕かなと思ったら本気で多くなってきたじゃん。座席にまたやっぱり一枚一枚なんかこう貼ってあるし、外見はいじってあるけど中までねっていうのはね、両替は1000円札まで対応しております。キリトも来ればよかったのに。今から立野駅出るんですけど、高森駅までが490円、めっちゃ安いじゃん。ねえ、これは本当先月とかすごかったんじゃない？どこに悪魔の実がある？この列車は12時7分に発車します。普通列車高森行きです。
本日はワンピースサニーゴートレインゼロです。え？どっかありますか？悪魔の実が。それお待ちください。宝箱の中か？あ、あったわ。あ、あそこにあったわ。エルちゃん。出発進行です。間もなくしますと、伊達の橋梁を渡ってまいります。列車を間もなくしますと、雄大な白川渓谷を通過いたします。車窓より眼下の景色をご覧ください。渡りますのは、なんでゆっくり？ゆっくり？やめて。まだトロッコじゃないけいいけど。そうね。下を流れます川は。めっちゃ久々に見たな。いや、ほんとほんと。あー、これ窓開けたら大変なことになっちゃう。さすがにうちの実家は見えないか。いやすごいね。嬉しいかどうか、このブルックがなかなか邪魔して綺麗にね見えないね、うちの親とかがさ、小さい頃ここを歩いて学校行ってたとか言うのよ。絶対嘘とも言ったけど、結構な人が同じこと言うからさ、信憑性は高い高い。いやー、なんかみんな楽しそうにやってますね。すごいなー。ねえ、なんでしたよ。お、やっと甲羅の補充が終わったみたいですよ。はい、トンネルです。トロッコに乗った記憶の中でこのトンネル入るじゃん、水滴が飛んでくるのよ。ここら辺ですね、うなぎが取れるんですよ。もういいだろう、うなぎぐらい。はい、小さい頃、うなぎ取りに行った記憶が全然捕まんなかったけど。あ、もう通り過ぎちゃったかな。昔からある旅館があるのよ。そこが、トラさん。うーん、男扱い。あれの第11作目かなんかの舞台の時に出てる。エルちゃん、正面にちょっと見えてるのが中学校です。はい、あそこに私は行ってました。チャリ、歩き、もしくはダッシュ。でまっすぐだけど結構2、30分はなる。うん。まあでも俺も中学校は20分ぐらい歩いたもん。まあもうやっぱそんなもんじゃない。あ、いかん、またここちょっと団地なんだけど、今ちょっと下着が映りそうになっちゃった。あれ、なんだっけ、義理のサボ、うん、はい、でも朝陽駅に着きました。で、まあここに、看板が出てないかな。出てないですね、今日は。おりのお客様いらっしゃいませんでしょうか。あの、久長屋っていうパン屋さんがあって、ちなみにこの朝陽駅での思い出としては、電柱に選挙のポスターが貼ってあったんですよ。で、夏休みの宿題で写生大会の下絵を描いてこなくちゃいけなかったんです。で、俺その選挙のポスター描いて持ってって怒られた。いや、丸一日頑張ったんだよ。チョイスの仕方よ、暑い中。いや、一応ね、2割程度は朝陽駅が映って書いてたの。はいはい、メインでね。書いてたけど。まあ、こっぴどく怒られましたね。エルちゃん。あ、こっちですね。駅、加瀬駅ですね。はい。あ、ここはあの、うさぎの子がいた。あ、あの、名前出てこない。あの、ラビの。一応何気にあの子が俺押してたりするんですけどね。はい、じゃあここ加瀬駅です。閉まるドアにご注意ください。向こうから撮影する電車の景色が良くて、ここ通るね。そう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 、開けてる。そうだけど、もう
ちょっとどうにかしてそんな撮影が前キリトとちょっと一回した時にキリトがダッシュで頑張って撮影いろいろしてくれたけどね。キリトああいうとこ頑張るからな。あのちょっと待ってって言ってなんかバタバタって言ってくれて変なとこは君に動くから。そうそう。まあ最近ちょっと弱ってるけどね。長径だからやっぱ一番最初に疲れが出るから。まあ、次のですね駅下田城温泉駅っていうところで、はい、駅の中に温泉が足湯いや普通に温泉があったんですよ。ただちょっと地震の後ですね、韓国だったね、地震の後はもうちょっと温泉しなくなったんで、もう、うん、はい、じゃあ下田駅ですね。で、あ、名前が変わって今下田城駅に変わりました。もともとが温泉がそうやってあって、で、なんかこの駅もちょっとお城っぽい作りで、あのこれ作られてて、で、あとここの駅がですね、縁結びの石がありまして、なんかこう穴が開いてる石になんかこう手を入れてとかいうなんか、はい、のやつがどっかにあるはずです。どっかにあるはず、どこだろう、あ、あれ、あ、それか、あ、あれだ、あれ、はいはい、あの軽トラではない、あれじゃない、エルちゃん、その次のその、南阿蘇水の生まれる里ふんたらはんたら駅なんですけど、白水駅、はい、あのここもですね、その週末は駅の中が、まあ基本無人なんですけど、駅の中に本が置いてあって、なんかちょっとした図書館みたいにして、なんかその楽しめる、そうそうそう、いいじゃん、ってやつですね。まあですな、雄大だな、結構有名なところなんですね。はい、次は中浜、そうですね、はい、じゃあ南阿蘇水の生まれる里白水高原駅、こっちの青い屋根のところがそのさっき言った本が中にありまして、まあ今日は閉まってるんでやっぱり週末だけかなってやつですね。いや、でここがで、あ、これがラブチェアーですね。あの真ん中が下がってるんでひっついてしまう、そうそうそう、壊れてるわけではない、決して壊れてるわけじゃないです。でここもキリトが頑張って撮影を俺としてくれたとこで、はい、はい、もうね、ここですね、中日本があるのは、エルちゃん、我々が目指していく、ね、今日一番の目的の中松駅なんですけど、もう言ってると着いちゃいますよ。さあ、ご利用ありがとうございます。次の停車駅は中松、中松に止まります。降りのお客様は前方左側のドアからお降りください。ここまで何個か止まったじゃないですか。だからそこに近くにいた人たちが手振ってたりしてたんですよね。やっぱね、はい、まあ、これいいの、はい、金巻いとっただけあるかな。あれ、まさかの仕込み。はい、はい、電車通ったら手振るんだよって言ってたんで、あ、中松に着きました。これは銀河用ですね。はい、今日一番目玉はこれです。銀河用ですね、いいですよ、銀河マンですね。真ん中が照英ですよ。真ん中ゴリラは照英ですからね。もっとなんかいいですね、スイッチが入ったように。これはまだちょっと落ち着いてね、落ち着いて、うん、ちゃんとほら横に旗が立ってるでしょ、ね、あの人かな、ゴン、あの人かな、ゴンはゴン、ゴンちゃん、ゴンかな、ゴンちゃん、ゴンちゃん手振ってくれない。お金で、お金渡しといたのに。説教だな。はい、はい、後で注意します。あ、この方ですね。後で行きます。いいね、あの人がやってる確かお店にいますよ。ドラえもんとサニーの
ぬいぐるみを抱えてお出迎えでございます。あ、いいね。じゃあこの人誰だったの？これはあれかな、遊園地とかにあったやつとかかな、うん、多分そういう系だと思う。とか、あのバンダイとか の, あのおもちゃ屋さんとかでその売る時のポップ用の看板用の。なるほどね。薬のあのサトちゃんのああいうゾウさんとか、そうそうそう、ああいう系の似てる感じだと思う。でも遊園地系だとは言う。ああ。でも1年しか基本的にないから。シャルドアにご注意ください。あんまりないと思う。で言ってほら出回るわけじゃないじゃん。捨てがあったんじゃない？ね。だけどグリーンランドとかああいう系の。ああ。お、いいぞ、金をばらまいとっただけあって人がいるぞ。はい。じゃあ後でここですね。ここ。どうでもよくなってきたね。頑張れるじゃないか。疲れるな。大丈夫、なんとかなる。頑張ろう。エルちゃん。今ちょうどですね、そこ明神池っていう池があるんですよ。そこに葉っぱのやつがいました。赤さや七人衆の。はいはいはい。ご利用ありがとうございます。覆面が手振り寄った。あと白川に停まります。でもやっぱ本当に電車通って来たら気づいたら手振ってくれてるんで、まあ、ここら辺ってもやっぱもう歩くと分かってるからね、うん、この時間に通るみたいな。さあ、はい、あと白川ですね。カメ？あれ？上？カエル？ちょっとちょうど映ってる。カエルですか、はい、ちょうど角度がちょうど見えない。あ、なんか緑色のが見える。あれ、なんだあれ。なんとではない。なんか、あ、でも背中に斑点があって。カエルですね。カエルか。ここも何かしてるのかな。あ、カフェって書いてある。エルちゃん、白川水源もあのキリトが頑張ってですね、もっとピチャもっとピチャピチャしなくちゃって監督がキリト監督自ら頑張って、ちょこのちっちゃい子がウェーってしてる中で大きい俺がピチャピチャって。でも本当電車の旅はいいですね。久々だね。どうしても車とかがね、ありそうだもんね。お、次なんだ、白川水源駅。おう、こんな駅あったね。エルちゃん、次があのゴゴティの CM で有名になった見晴らし台ですね。はいはいはい、ここでキリトが頑張ってですね、またまた走ってくれたんです。はいはい、あの有名なね、有名なやつですね。はい、例えば分かんなかったもんな、あそっていうのは。やっぱりその撮影のほら、うん、マジックっていうか、そうそう、撮り方だもんね、うん、いやそうやりゃそうだしっていうのはあるんだけど、言われるまでは全然気づかない。また列車の右横にある自動販売機は全て午後の到着のシリーズしか販売していない。正しい人は販売もうやるからには癒着が、はい、コーラは認めんぞと。ご利用ありがとうございます。次の停車駅は三原市台。三原市台に停まります。次の三原市台を出ますと終点の高森に到着いたします。はい、三原市台ですね。ちょうどですね、ここをゴゴティでも歩いてたんですけど、で俺も歩くんですよ、うん、そしたらですね、キリトがこっちの畑を越えたあたりからそうそうそうっていうのをやりましたね。あれですね、癒着の証拠ですね。証拠を取りました。あれで成り立ってますからね。エルちゃん、高森はあれか、フランキーか、触れるならちょっとね、あ、全然、ね、全然寄れますよ、時間もだって2時間あるもん。大変だね。まあまあちょっと
フランキーに行ってみましょうよ。あ、フランキーはまだ？まだですね。あ、本当ですか。なかなか遠いから行かないんだ。あ、そうね。帰りだからどこ行ってないかな。あ、ジンベエは？ジンベエはね、行った。行った。ジンベエは、ね、あれじゃない、ルフィに行ってないんじゃない？あ、意外に行ってない。当たりかい。場所知ってるし、地形だけど意外に行ってない。一番行かなくちゃいけない。一番行かない。でもあとだからあそこか、東海、あ、東海大、うん、ロビンがだから、あ、今多くなったんだよ、お客さんが。あとは行ったかな。あ、うん、じゃあ今日帰り時間があ取れたら行きますか。そうね、ちょっと行きましょうか、東海に。はい、時間が間に合えば。そうね、全然時間はあの、あそこに立ってる人たちがもう帰りたいってなったら帰るんで。そういうシステムね。はい、時間見て行けそうなら、はい、行けそうなら、そうね、はい、行きましょうか。行きましょう。じゃあ高森に着きます。運転手にお渡しください。やっぱあれですね、一通りのお客さんたちが、うん、降りなかったですね。だけどリアルに利用した人っていうのが何人かいたってことよね。でも次はあれとかになるの、帰りこういう感じですね。はい、いいじゃないですか、カラーリング的なのは戦隊ものっぽいし。そうね。昭和感がね。終点高森です。この列車はこの後車庫に引き上げます。あ、すみません。ありがとうございました。はい、わー、いいっすね、なんかいろいろあれが。あ、わかりました。じゃあはい、到着。はい、高森駅に着きました。無事にね、はい、はい、いろんな人と出会い、うん、そして別れ。いや、あんまり別れてないよ。降りてないです、誰も。新しくなった駅ですね。縦の駅と同様でこっちも本当綺麗になってます。綺麗になったね。そして目の前にフランキーの像ですね。もういや、お金をばらまいただけあってみんなで写真撮りが、はい、こんな感じですね。いや、いいっすね。 あのおじさんツーショット狙いだったのかな。いや、でも本当人が多いですね。なんとここで丸には黙ってたんですけど、はい、まさかのサプライズゲストが、まさか表に。表に。そんなバカな。ちょっと行きましょうか。そんなバカ言うわけがない。表にですね、表にですね、あ、いないっすね。おらんのかい、やっぱり。はい、キリトがサプライズで来る予定にしたんですけど、残念ながら本気でダメでした。はい、本当は今みたいな感じで、えっていう、そうそうそう、それがちょっと俺欲しかったんですけど。あ、あとこれ震災の時にいろんな人たちが描いてくれたイラストがあります。そうしたらですね、一応まあちょっと高森駅の中ざっと撮らせてもらうんですけど、7年3ヶ月ぶりにですね、全線開通しましたんで、はい、もう
地震から数えて7年3ヶ月ぶりです。あ、ここにもちょろちょろっと。またシティハンター。あとよろしくメカドック。よろしくメカドックと北斗の拳、うん。ここはもうコアミックスの。あ、そうだね。それ絡みだね。本当ね。高森がオクロックのね。そうですね。一応今度オクロックと高森高校ちょっと行くんですよ。うん、呼ばれて。呼ばれ。勝手に行く勝手に行くんじゃなくて本当に呼ばれた？あ、一応呼ばれた、はい、あのいろいろあったんで勝手に行くわけじゃないよね、はい、ちゃんとしてるんですよね、ちゃんとしてよかったよかった。オクロックはこの間もまた3人辞めるっていうのを言ってたんで、あの代打で代打で年齢も無理あの性別無理性別あ、こういうの面白いですね。ポンズいいな、はい、これね、後で渡っちゃおうかな。ああ、じゃないですか。まあ、あとちょっともうちょっと行くと、あの山村酒造のお店もあるんで、そこで軽く、うん、あ、そうね、待って、軽くは飲めないんじゃないか2人とも今日ダメっすね。お土産で買うぐらいですね。こっちのね、おまんじゅうはあれしてる。あ、これないんですか。城西、うん、には多分置いてあると思います。あ、本当城では。あ、確かにこれ見たことないかも。映ってないんで。ああ、すごい。あと、あ、あれ？鉄印。鉄印ですね。はい、あれがあります。あとはですね、まあ、そうですね、あ、トイレがありますね。フランキーのね。あ、これ知らない。フランキーの。あ、ぜひこのインスタのこれと一緒にやってくださいってやつですね。コーラもね、あの瓶で。あ、なるほどね。してる。そっかそっか。いいね。いやー、いいですね。じゃあとりあえずあと2時間時間潰します。